とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ今日もですね、マイクラダンジョンズやっていきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はですね、アップデートの後に追加されました装備品の一つ紹介したいと思います。今つけてるこのクマさんみたいな鎧なんだけども、名前はこれ、黒狼の鎧。まあ、クマじゃなかったね。まあ、あの、狼の鎧のユニーク装備になるんだけども、能力値がね、クールタイム時間を短縮させる、なんですよ。これがね、意味がわからない。なんだろう？クールタイム時間を短縮。全くわかんないですよ、この能力が。まあ、何かしらの能力があるはずなんだけども、ちょっとね、わかんないんですよ。クールダウンじゃないのよ。クールダウンは、あの、ちゃんと書いてあるんですよね。アーティファクトのクールダウンマイナス 25% って書いてあるの。でもこれは違うんですよ。クールタイム時間を短縮。何のクールタイム時間の短縮なのかが、ちょっとわからないんだよね。まあ、あの、クール、アーティファクトのね、クールダウンじゃないっていうのをちょっと一回証明しましょうか。俊足のブーツは、クールダウンが5秒間ですよね。5秒。いきます。1、2、3、4、5。5秒よ。アーティファクトのクールダウンではない。じゃあ、あの、回避かなと思って、回避をしてみますと、1、2、まあ、2秒ちょっとですよね。回避が回復するの2秒ちょっと。じゃ普通の防具をしてみますと、回避します。1、2、2秒ちょっとなのよ。回避じゃない。なんだろう？回復？いやいやいや、回復は、あの、勇者の鎧が、回復が 40% 早くなるとか、そういうやつでしょ？違うんだよね。まあ、使ってみますか。1、2、3、4、5。ポーション1分ですね。1分なら普通だよね。普通なの。わからない。このクールタイム時間の短縮っていうのが、全くわからないんですよ。まあわかる方いたら、コメントください。謎。見た目はすごく好きなのよ。見た目はすごく好き。で、めちゃくちゃ使えるスキルだったらば、これをね、ちょっと周回して、いいエンチャントをね、つけたいので、頑張ってやりたいと思いますけども。わからないね。まあ、とりあえずなんか、ボスでも一回倒しましょうか。え、これもしかして、これの装備がつけてるエンチャントの、クールタイム時間の短縮なのかな？例えば、この霊気、これ2秒ごとに放つんですけども、この2秒を短縮するとか？かな？あとは、あ、この重力パルスとか、5秒ごとに引き寄せるんだけども、これを数秒間早くするとか、そういう感じか？わかんないな。じゃあ一回霊気入れてみましょうか。霊気は2秒ごとなので、どういう感じかわかると思います。どんな感じだろう？いけ。霊気放ってる？あ、いった。あ、いや、違う。全然違うわ。謎の能力。いや、やっぱり謎ですね。わからない。まあ、わかる方いたら、コメントください。俺にはちょっと、理解できなかったな。はい。ということで、今日はですね、これ、黒狼の鎧。使ってみましたけども、クールタイム時間の短縮っていうのが
謎すぎてダメでしたね。はい、ということで、この他にもですね、アップデート後から追加されました装備品がいくつかあります。まあ、それ入手いくつかしまして、動画にも出しております。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。